面白そうですね。よし、やるぞ。こういうところでどんどん歌って実力を。あれ、プロデューサー、なんか僕たち目つきの悪い人に囲まれて、どう見てもファンって感じじゃ。僕たち邪魔者と思われてるんですか？そんな、同じ音楽をやってる仲間なのに。何とかしないと、こうなったら。できませんよ、プロデューサーを置いていくなんて。やめろ、来るな。大丈夫ですか？ありがとうございました、かばってくれて。平気です。ドタバタの最中にちょっとぶつけただけですから。僕のことより自分の心配を。ありがとうございます。痛み少し和らいだ気が。いいんです、これもいい思い出。とんだ思い出ですけど。何か特別なことするんですか？そんなのでお客さんを釣るんですか？なんかずるいよな。潔く CD だけで売りましょうよ。グッズなんて反則です。それは。じゃあそのおまけはライブで配りましょうよ。今日は CD だけで。だってアイドルなんですよ。見た目や言葉で認めてもらうのが仕事じゃないですか。成功するのも失敗するのも自分の力でって思うんです。ありがとうございます。よーし、グッズの力なんか借りずに売りまくるぞ。売り上げこれポチだなんて。あんなに頑張ったのにどうして。はい、いい勉強になりました。売り子の仕事も甘くないですね。もう少し何かがあれば売れたはずなのに。プロデューサー、売るためには僕一体どうすればよかったんですか？限界。この売り上げがアイドルとしての今の力を示してるんですね。よし、見てろ。いつかもっと人目を引く女の子になって興味持ってもらうぞ。
めるまで僕の楽屋にいてもらいましょうか。はい、本当にすみませんでした。以後気をつけます。とにかく楽屋へ運ばないと。このまま放っておくわけには。はい、こう力強く手を挙げないと決まらないパートだったんで。でもそんなの言い訳にはなりませんよね。この人にとってはただの殴られ損です。あ、プロデューサー、そろそろ運ばないと。手伝ってもらえますか。お腹ですね。わかりました。ぐっと力を入れて落っことさないように。あー、うまく運べましたね。手当ても済んだし、あとは目覚めるのを待つだけ。いろいろとありがとうございました。もうこんなことしないように気をつけます。存分に泳ぎますよ。さあ、プロデューサーも着替えて着替えて。すみません、つい最近思いっきり泳げる時間なんてなかなか取れなかったですから。ね、そうでしょ。プールに来て水を眺めるだけなんてつまらないですよ。プロデューサー、それじゃあ一つ競争してみますか。ひひ、簡単には抜かせないでしょ。そうそう負けませんよ。でもつい本気出しそうになっちゃったな。プロデューサーも結構やりますね。あれ、もう休んじゃうんですか。僕はまだまだ泳ぎ足りないな。あ、もちろんいいですよ。競争じゃなしに一緒に泳ぎましょう。僕、背泳ぎ以外なら何でも。割と大丈夫ですよ。クロール、バタフライ、平泳ぎ、横泳ぎや立ち泳ぎも一応できるかな。どのフォームでも疲れない泳ぎ方があるんですよ。やってみませんか。僕たち誰かにつけられてません？背中に妙な視線感じるんですけど。もしかして変質者？それともストーカーとか？突然後ろから襲いかかられたりしたら、なんとかしましょうよ。え、本気ですか？危ないですよ。凶器とか持ってるかもしれないし。待て、そこの人。君は塩田さん？僕の
高校の下級生です。ちょうど1学年下で。こんなところで何してるの？え、私だけのアイドルでいてください。そんなこと言われても。プロデューサー、この子学校でもたまに僕の様子物書きから伺ってるんです。この間学食で昼ご飯食べてる時も。どうにか諦めさせてもらえませんか？そうそう、だから学校の中だけにはいられない。わかるよね。はあ、助かりました。プロデューサーの言葉相当聞いたみたいです。あの分ならもう。お礼に学食で何かおごりましょうか？カツカレーとかかなりいきますよ。することになったらどうしようかと。プロデューサー、終わるまでそこにいてくださいね。今みたいなフォローお願いします。雑誌社に取材に来てもらえるようになりたいな。人気があるから大手が来てくれるのか、大手が来るから人気が上がるのか。プロデューサー、どっちだと思います？そうか、じゃあまずはライブや CD で頑張らないといけませんね。ところで今日来るのって、なんていう名前の雑誌なんですか？ないです。僕、結構マイナー誌も読んでるから、もしかしたらと思ったんですけど。一番好きなのは月刊ラララです。少女漫画雑誌の。最近の全部取ってありますから、まとめて持ってきます。
将来僕を主人公にした漫画とかも誰か書いてくれるかもしれませんね。もしかして僕目キラキラの超絶美少女に書かれちゃうのかな。あー、そうでした。浮かれてる場合じゃないですね。今みたいなにやけた顔、漫画家の先生に書かれたくありませんし、行ってきます。老人ホームで慰問ライブなんて、みんな優しいし、たくさん拍手してくれるし、居心地よすぎるよな、ここ。もし世話になるとしたら、こういうところがいいですね。ずっと先の話ですけど、ところでさっきご老人の一人にダンスを教えてって頼まれたんですけど、そういうのって勝手にやっちゃっていいんですか。僕まだ駆け出しなのに。よし、それじゃあ少しだけ。あ、今日から僕のこと先生って呼んでくれます？やっぱりダメですよね。冗談です、冗談。本当にプロデューサーから先生なんて呼ばれたら逆に困っちゃいますから。さてと、じゃあ教えに。けど、どこまで本格的にやればいいのかな。ご老人、ハードでもついてこられますか。なるべく多少シミはしたくないんですけど。そんな小手先で満足してもらえるでしょうか。せっかく興味持ってくれてるのに。でも、わかりました。あまり無理させると疲れさせちゃいますもんね。プロデューサー、すっごい喜んでもらいました。たくさんの人が参加してくれて。ほらほら、あそこダンスの輪。僕も一緒に踊ってこよっかな。始まりますね、写真集用の水着撮影。そうです、僕の可愛さ知ってもらえばトップの座もぐっと近づきますから。それじゃあ着替えてきますね。うー、下手なものは見せられないぞ。とは言ってみたものの、あの、どうです。本当ですか？よかった。正直あんまり自信なかったから。でもプロデューサーがそう言ってくれるなら大丈夫です。撮影いつでも行けます。実は昨日家でセクシーポーズの練習したんですけど、いまいち決まらなくて。今の僕じゃ思い切ったことしないといい写真なんてとても撮れないかもしれませんね。キラキラ折ってビルの屋上から飛び降りるつもりでカメラの前でパーッと。でもそれじゃセクシーでもなんでもないじゃないですか。男の人ってそういう。知らなかったです。じゃあ普通に。
練習です。プロデューサー、何事も練習あるのみ。もっと女の子っぽく見られるためには話口調とかの練習もしていかないと。自分で自分を変えるんです。英語でほらよく言うじゃないですか、なんとかション。そう、それです。レボリューション、レボリューション。聞いててくださいね。もうこれ以上ないくらい女の子らしく喋ってみせますから。今日はいい天気ね。違うな、もっと丁寧に。今日はいい天気です。あー、息ってどうする。どんな感じで行けばいいですか。お嬢様ですか。やってみます。本日はいい天気ですわね。どうです。たったこれだけでも汗がだらだら。難しいですね。だいたいこんな苦労するのもファンが僕の中身ちゃんと見てくれないからですよね。どうして人ってすぐ見た目だけで判断するんでしょう。間違ってないですか。あ、思いっきりしてるかも。だってかっこいい男の子には自然と目が。人のこと言えないですね。文句言ってないで努力しないと。人でパンパンです。でもやけに女の子の比率が高くないですか。これって僕のせい。ありがとうございます、気を使ってくれて。でも分かってます、僕が客層を歪めて。それは確かにそうですね。でも違った一面も見せていきたいのにな。そうだ、一曲ぐらいいつもと全然違う歌い方とかしてもいいですか。こうキャピキャピって感じで歌うんです。お花畑ランランランみたいな。やってやれないことはないと思います。もう新人じゃないんですから。じゃあ行ってきます。あ、キンキンした高い声出すならどこで発声するよう意識したら。お腹、それじゃあいつもと同じ気が。まあいいです、試してきますね。プロデューサー聞いてくれましたか。に歌ってもみんな大喜びで。これで正統派アイドルに近づけましたね。ありがとうございました。その前に、はい。ダーン。キャ
い。あれ、おかしいな。なんで僕こんなにバテてるんだろう。いつもと違うことなんて何もしてないのに。体力には自信ある方なんですけど、足がふらついて。風邪でも引いたかな。あ、それだ。きっとそれです。僕嬉しくてつい隅から隅まで。さすがプロデューサー、頭いい。ああ、そうですね。こんなこと言ってる暇があるなら後半どうするか考えないと。残り半分どう乗り切りましょう。僕うまく手抜きとかできない方だし、このまま勢いで押すしかないですよね。半端になるぐらいならいっそ。倒れたらライブ続けられないですもんね。それはさすがに。わかりました。倒れないことだけは約束します。そういう指示なら僕でも。よし。ついてますか、プロデューサー。どうしたんです。そんなこと言われても全く面白くないし、やめた方がいいですよ。ん、どうしたんです、黙っちゃって。おい、プロデューサー。元気いっぱいか。可愛くて乙女らしいなとかは感じないですか。うん、そうですか。でも僕どうせアピールするならもう少し女の子っぽい魅力をアピールしたいです。これがなかなか難しいんですけど。僕も大好きですよ。でもフリルとかリボンとか僕に本当に似合うのか今一つ自信が持てなくて。憧れはあるんですけど、ああいうものを堂々と身につけるのってすごく勇気がいりますよね。似合わなかったらどんな大惨事になるかと思うと、さすがの僕もブルっちゃいます。いいかもしれませんね。頭の中で考えるだけじゃイメージ固まりにくいし。プロデューサーが僕に服を買ってくれるんですか。やりえ、どっさり買うぞ。急げってやつです、プロデューサー。うわー、かわいい服いっぱいありますね。どれか僕に似合うのあるかな。はい。どれがいいかな、たくさんあって迷うな。プロデューサー、2着までは
は絞ったんですけど。すごいのって失礼だな。確かにもっと可愛い服はたくさんありましたけど、でもやっぱり好きかどうかより似合うかどうかの方が気になっちゃって。僕はこの2着それぞれちょっとイメージが違う気がするんです。どちらを選ぶかで着る僕のイメージも大きく左右される気がしますよ。プロデューサー、どっちがいいと思いますか？ガツンと決めちゃってもらえませんか？特訓の成果でじゃんけんに負けられない体になっちゃってるんですよ。